東区は浜松市を構成する7つの行政区のうちの一つ。区域は浜松市の東部天竜川西岸を区域としている。2015年10月1日時点における東区民の平均年齢は次の通りである。東区の面積は浜松市の7つの行政区のうちでは中区に次いで2番目に小さい。東区内は関市地区を除いて勾配は ほとんど見られず平地がほとんどである。また、東区は中区、南区、北区、浜北区、岩田市と境界を接している。2010年に行われた国勢調査時点における東区の人口は126,595人で、中区に次ぐ人口である。これは主に、浜松市の郊外に位置し、半田山や遊玉台などの新興住宅地が多い、ことも関係している。 明治期の町村政施行時点では、現在の遠くにあたる地域は、大半が、頂上郡、残りが、豊田郡に属していた。区役所は、浜松市産業展示館隣に設置。2007年4月、区の設置に伴い新設された。浜松東警察署、浜松東郵便局、浜松アリーナ集配等を行う、郵便局のみを掲載する。浜松スポーツセンター。 浜松以下大学天竜川駅自動車学校前駅、三方原 PA また、東海道新幹線が、浜松駅の東側約1.0キロメートルの、周辺でわずかながら、遠くを通過している。五福島神社天皇宮大都市神社浜松市産業、展示館遊極緑地公園。ありがとうございます。